さあ、トイック対策スクール SLC がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあ、できましたかまあ、T は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空手の右側、動詞プラス h u B になってますよね で、その形をとって、なおかつ意味内容上もバッチリなものと言われたら、そうです、正解か C ということで、下にまとめておきました。Leave h、e、b A を B にうにゃうにゃ。A を B に任せる。ただ、えー、先生、初耳です。もしくは、Leave、えー、先生、任せるってどこから来るんですかという方、下をご覧ください。Leave の使い方でもう少し有名なのはこっちじゃないかということで書いてみました。 で、彼に莫大な遺産を leave。もちろん残すという意味でいいんですが、注目をしていただきたいのは leave の右側。名詞が2つ並んでますよね。で、なおかつ him、そして large fortune という感じで not equal の関係の場合、svoo、第4文型これはご存知かと思います。で、第4文型を取る動詞は、概ねこれとイコールそうです。give とほぼ同じ意味と考えてよろしかったですね。 ですから彼に莫大な遺産を与える。そして下に追加をしたんですが、この上の第四文型 O1 と O2 の1を逆転させることができましたね。ただ、その場合、彼、ヒムの左側に前置詞が必要。そうです。2でしたね。ですから、これで Leave A to B になりました。もちろん莫大な遺産を彼に与える。そうです。遺産は彼の手に渡るわけですから、 遺産をどう扱おうとそれは彼に任せられてるんですねですからそういうふうにイメージしていただけますとこの上「LeaveHub」A を B に任せるなんとか記憶の中に残せるんではないでしょうかもちろんこの下の話は関係なく先生も頑張って覚えますというのでも別に構いませんからねとにかく Leave H「LeaveHub」これが出題されると正答率間違いなく下がりますので 実際に問われた時に対応できるよう準備を整えておいていただけるとよろしいかと思いますであとは見ないを確認いたしますので文頭をご覧ください診断は医師に任せなければなりませんそんな感じでよろしいかと思いますでは画面を書き換えますねさあ復習しやすいような画面に書き換えましたスクリーンショットする方はどうぞであとは画面右側ですね皆さんの指などで隠していただいてで丸1番から丸3番 そこに入る句をすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。